5年が経ちました。さあゴング、ハイキックだ。赤いの火蓋が切って落とされました。まず両雄が張っていきます。胸を出します。鎌田チョップの張り合いになりました。さあバックだ、バックドアップ決めた。顔面キック、あーっと、あーっと、ソフトアップ、一番嬉しいんじゃないですかね。眼球運動になります。一つ一つに、さあ小橋が振り返した。逆水平、しかし胸を出して耐える。顔面が引くあります。小橋には川田、そう話しました。川田を落とした。小橋の三冠戦、今日この川田がリッの張り合いになった。しかし小橋の目は全く衰えていません。あとはニュートラルコーナーへ振っています。あっと顔面ブローアウトコースです。物が上を訴えていた川田です。川田ももし小橋選手の立ち、小橋が川田の復帰、一連で小橋はリングに、そしてこの川田も小橋のその気持ちは打ちました。あっとエンジンを、そして正面からぶつかってきています。さあスピン、顔面が引く。12月からはリングに上がってのトレーニングも復活しました。さあ顔面蹴った、 M 時間を割いていました。さあエプロンサイド、トップロープを挟んで攻撃、蹴り上げる。おっと加賀の顔面が引く。あーラリアット、ラリアット強引に立ち上げて消せ蹴りだ。連発で消せ蹴りチョップ、ギロチンを抱え上げてボディスラム、もう何発も抱え上げて、もう一度打った高いギロチン、打たせません。川田が体勢をっていうことだけでですね、要するに精神的にその体勢だ。投げるか、いや川田ブロック、ローリングのけさ、もう体勢抱え上げた、落とすか、落とした。ーハーフネルソンスープレックスを決めた。邪魔切れ、あーた、あーた、ガンベ急角度のパー、あった、蹴った、スピンキック、もうトライパワーバブ、さあ丸め込んだ。小林バックになった、バックになった、エルボでカット、ロキック、すごい音です。改めてあーた、あーた、あーた、再び打つか、あーた、小林が切り連発で、ありがとうございました。おーっと、おーっと、脇が止めからくるっと回って、さあ嬉しい、そして川田、そしていくとバックドロップ、顔面キック、ラリアットを出した、ブロックした、ラリアットライアチ、小橋からこの体勢、投げた、投げっぽしが握った、おーパーボーの返しだ、投げた、ジャックライフで丸めた、返した川田、横めた、おっとショートレンジ、ラリアット、いいカット、小橋が川田に勝った、そして川田は踊りに勝った。